もにわ氏斎藤系もにわ氏藤原北家ケと流ひ斎藤氏一族、はじめおに氏を称す、河村系もにわ氏藤原北家秀里流川河村氏一族。共に、仙台藩主立手氏の家臣で、藤原北家を称するが、完全な別系統である。斎藤さねもの近親であるという山城国あたご群、瀬の住人、斎藤ゆきを初代とする。 雪本の養子、元吉は、平治の乱後の混乱を避け、痩せを離れ、はじめしも宇佐国桜、ついで下屋国那須へと移住し、研究三年に元吉の子、実領が、道の区国立郡モニワに到着する。伝承では、モニワ村近くの飯田沼に住むおろちが、生贄の乙女を求めて、立て、忍を荒らし回っていたので、実領が欧州に下って、大蛇を射殺し、この時に、 村の名をもにはから、大庭に,に,に改め、実領も、斎藤から、大庭に,に,に改正したとしている。鬼は氏は、その後同地の領主、伊達氏の家来となり、南北朝時代に、伊達周東が、では国長い軍に侵攻した際には、鬼は勢がその先方を務めるなど、伊達家普代の信として仕えていた。鬼は氏が、伊達家の重臣としての地位を確立したのは、一族の価格を与えられた。 戦国時代の第13代当主、領事化以降のことである。領事化は永禄七年に当主となった伊達明衆により、表情役に抜擢されて、伊達家の内務全般を取り仕切るようになり、外交面を担った遠藤はじめ臣とともに、輝き衆政権の中核を成した。領事化は隠居後の天正13年11月の一取り橋の戦いで、四君、 伊達政宗を逃がすため、伝軍を務めて討ち死にし、家督を継いでいたこの綱本が翌年に武行職を拝命する。綱本は政宗による火災大崎一揆の先導が、露見した際に、豊臣秀吉への弁明のため上落し、それ以後は家にあって秀吉との接衝を担当し、文禄の役の際には、名古屋城にあって、留守居役を務めた。綱本は秀吉に気に入られ、 この時に秀吉の命により、生を鬼庭からも庭へと改めた。しかし、秀吉との親密な関係は、主君、政宗からの疑念を招き、文禄四年には、この両綱に家督を譲って隠居せよと命じられる。これに奮撃した、綱本は伊達家を出奔したが、二年後に赦免されて帰参している。帰参後の綱本は、父、領事家が務めていた。 表情役を拝命し、正宗が死去する寛永13年まで、仙台藩送早期における行政部門の統括者としての役割を果たした。一方、綱本の隠居によりも庭師の家督と本領等を相続していた両元は、慶長8年に、志田軍松山町を廃領し、以後も庭師は幕末に至るまでこの地を所領とした。両元は、武行職、表情役を歴任し、 正法元年には地行を一万国に加用されている。仙台藩内において一門以外で万国級の所領を有していたのは、他には白石城主、片倉氏だけであった。明暦三年には与元の子、定元が松山城から近接する上野館へと館を移している。定元とその子、聖元は第三代藩主。 伊達綱宗の押し込めに橋を発した、伊達騒動の中心人物の一人として知られている。この騒動以降、も庭氏は、反省の中枢に関わることはほとんどなくなり、もっぱら所領の経営に力を注ぐようになった。文政12年には、第22代当主、有本が、共学、大政官を創立して、家中の人材育成に努めた。大政官からは、 要剣同士南役を務めた、小野寺大鳥谷らを輩出している。慶応四年の母親戦争の際には、当主、高志元が弱年であったため諸兄の元公が、名城として出陣し、分家の平田領主、モニは玄徳と共に浜通り戦線で、薩長軍と戦ったが、仙台藩は敗戦し降伏した。同慶応四年十二月六日に、志田軍の内松山一帯は、 仙台藩から没収されて土浦藩取島地とされたため、茂庭氏は上野藩から退去させられ仙台城下へと移住させられた。また、茂庭氏の家臣団は陪身であることを理由に仙台藩から死族席を与えられず全員が機能した。斎藤家茂庭氏分家のうち重心としての価格を与えられたのは綱元の産卵、地元の家系と聖元の次男、 元宮の家系の二系統である。綱本の三男地元は、綱本隠居領の栗原軍文字などを相続し、その家系は木座の価格を与えられて2486国を、起業したが、元六七年に、第三代、綱見が本藩より預かりを命じられていた元、河地武兵に逃亡されたため、責任を問われて解役された。聖元の次男、元美は、は、元禄十一年に、 父から、志田軍、平綿など1348国を分与されて、別家を起こし、立場の価格を与えられた。この家計は幕末に至るまで存続し、第八代、玄徳は、母親戦争の敗戦に伴い所領を没収された際に、資材を荒方処分して機能する家中の救済に当てたという。玄徳は1889年から、 鹿島大村の初代村長を務めている。文治5年の欧州合戦にて武功を挙げた河村修正は源の頼朝から恩賞として名取、芝、岩手、山の各軍に所領を与えられると、道の区国府に近い名取軍も庭に館を設けた。修正没後の遺産分割の際に名取一帯の所領を相続した子、豊州の子孫が同地に土着して、 モニワ氏を称するようになったのが起こりである。戦国時代に入り、伊達種宗が名取軍を支配下に収めると、モニワ氏も伊達氏に侵入し、モニワ忠史家、吉秀兄弟が伊達政宗に仕えて、数々の戦に従軍した。その功により、江戸時代に入り、仙台藩が成立すると、モニワ氏は飯での価格を与えられた。現那年間、 青葉城近辺を藩主直轄地とするために、栗原郡八九須のへと違法されて、モニワの地を離れることになったが、元六十六年に治療七百二国を与えられて、丘陵に復帰し、以後幕末に至るまでモニワを治めた。明治の廃藩後も、モニワ氏は同地に残り、時の当主、モニワ秀福はおいで、村村長、長尾城郎江門の尊世運営を助け、 おいで村は、日本三五藩村の一つに数えられるまでになった。仙台藩における、表情薬の職務権限は、第二代藩主、伊達忠宗により、大幅に縮小され、複数人制による、武行職の補助機関へと移行したが、輝き衆、政宗の代における、表情薬は一人制で、表情の場では武行衆よりも一段高い式に席が置かれており、 表情薬の方が格上であった。ただし、実際には他にも1万国以上与えられていた家は存在した。モニワ氏やカタクラ氏と違い、途中で火力を複数の子などに分割したことから格、家が万国以下になるなどの事情が発生している例があるため注意が必要である。1889年にモニワ村とツボヌマ村が合併し発足。ありがとうございます。